ホームに停車中の列車。ホーム部分は、上屋も含め、駅社改築以前の状態が多く残されている。左側の建物は、上田本社ビル。中央前橋駅は、群馬県前橋市上東町三丁目にある、神戸電気鉄道神戸線の駅である。東端式ホーム三面三線を有する地上駅、直営駅である。改札外に、 待合室と売店があり、ホームの北側に沿って、高下電気鉄道本社の入居する、上電本社ビルが立つ。ホーム南側には、並行して広瀬川が流れており、駅舎南側の駐輪場や、バスロータリーは、広瀬川を暗居にしてその上を敷地としている。駅の西側は、県道の交差点となっている。約1キロメートルほど離れた前橋駅との間に、 日本中央バスのレトロ乗車量のシャトルバスが走っている。2019年11月末からは、試験的に土日祝日は、ケヤキウォーク前橋へも乗り入れているほか、自動運転バスの実験にも使われている。路線バスも参照。平成29年版、前橋市統計書によれば、2016年度の1日平均乗降人員は1688人であった。なお、 同統計によると、2001から2018年度の乗降人員は以下のようである。ウェデン本社ビルあたり駅は前橋市の中心部にあり、駅周辺にはホテルが6軒ある。駅に近い地域は飲食店が多い。開業当時は食堂を兼ねた駅舎で太平洋戦争下の空襲によって消失した。その後、ウェデンプラザという名称の駅ビルが建設され、 ボーリング場が設置されていた。末期にはパチンコ店が一時入居したものの、1997年に全てのテナントが撤退した。ウェデンプラザビルの旧駅舎は1999年10月に取り壊され、2000年に同じ場所に総ガラス張りの新しい駅舎が建てられた。友人駅であるが、早朝と深夜は窓口駅員不在になっている。ありがとうございます。